ローラ役人ティアニーメディアを再生する予告編ローラ殺人事件は1944年のアメリカ合衆国のミステリー映画。監督はオットー・プレミンジャー、出演はジーン・ティアニーとダナ・アンドリュースなど。女流作家でシナリオライターでもあるベラ・キャスパリーの1942年発表の同名小説を原作としている。 1940年代のフィルムノワールドの中でも特に後年までカルト的評価の高い作品で1999年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録されたほか AFI が2001年に選出したスリルを感じる映画ベスト100では73位また2008年に選出した10ジャンルのトップ10のミステリー映画部門では4位にランクインしている本作は ジーン・ティアニーの代表的な主演作でもある。第17回アカデミー賞では、監督賞をはじめとする後部門にノミネートされ、撮影賞を受賞した。心身気鋭ながら、世評の高い美貌の女性コピーライター、ローラ・ハントが、三弾銃で頭を吹き飛ばされた、残殺死体となって、自宅で発見された。殺人事件の捜査担当刑事であるマクファーソンは、 文筆家志望の新人であったローラを引き立てた恩人である著名エッセイストのライデッカーやローラの婚約者であったカーペンターなどに会い生前のローラの交友関係や人となりコピーライター業界で名を成していった過程などを調査していく。捜査の中でローラを殺す動機のあったものが複数浮上してきたが決定的な証拠が見つからなかった。 悩み疲れたマクファーソンは、生前のローラについて、深く知るにつれ、いつしかすでにない、幻の美女ローラに惹かれていく。カッコ内は日本語を吹き替え、もともとこの作品は、ルーベン・マムーリアンが監督、ダリル・ザナックのプロデュースで企画され、ザナックとは関係の悪かったプレミンジャーは、脚本担当であった。しかし以前から、映画監督志望であったプレミンジャーは、 本作でのマムーリアンの手腕に不満を抱いており、ザナックへ監督交代の運動を図った。最初は渋っていたザナックもマムーリアンが撮影した初期ラッシュを見てその出来に不満を感じたことで考えを変えるに至った。その結果マムーリアンは降板させられ、代わって志願したプレミンジャーが監督に任ぜられた。本作はプレミンジャーの初監督作品となったが、 B 級メロドラマ的設定ながらも、意味への駆使された映像美や回想形式をも織り込んだ巧みなシナリオにより密度の高いフィルムのワールとして完成した。公開されると、デイビッド・ラクシンが作曲した流麗なテーマ曲、ローラともども大きなヒットとなり、プレミンジャーの出世作となった。陰銀で尊大な初老紳士ライデッカーを演じて強烈な個性を見せたクリフトン・ウェブは、 特にプレミンジャーの希望で本作出演に至った。ウェブにとっては10年以上のブランクを経ての久しぶりの映画出演であったが、当時すでに50歳を過ぎ、ブロードウェイの舞台俳優として生命高かった。彼は実際に出演のオファーが来ると、ザナック知らないなと早く、ライデッカーそのものの尊大な反応を見せ、有名プロデューサーを自負していた。 ザナックを怒らせたという。ウェブの演技も助演ながら強烈な印象を残すもので、彼は、以後1950年代にかけ、ハリウッド映画での主演、助演で活躍した。1968年に、トルーマン・カポーティの脚本で、テレビドラマ化された。カポーティの友人で、女優志願のリーラ・ジビルのキャリアのために、カポーティが企画したものだったが、演技が酷評されたことで、 ラジビルは女優を諦めた。ありがとうございます。